こんにちは。今日は塹壕ラジオを作ります。塹壕ラジオ、どんなものかと言いますと、非常に原始的なラジオ受信機のことです。一般的なラジオだとダイオードだとかトランジスタだとか、そういった半導体を使うんですけども、塹壕ラジオは半導体部品を一切使いません。代わりに何を使うかというと、こちらのカッターの刃とこちらの鉛筆を半導体の代わりとして使います。それでは早速塹壕ラジオを作っていきます。まず最初にラジオを作るのに必要なものを揃えます。まず一つ目がこちらの電線です。太さは 0.5 ミリのものを使用します。この導線はラジオのアンテナとコイルを作るのに使います。次にこちら、カッターの刃と鉛筆です。そして安全ピン、ネジを4本ぐらい、銅の単線も用意します。そしてクリスタルのイヤホンです。必ずクリスタルのイヤホンを使ってください。皆さんが普段使っているようなイヤホンだと音声を聞き取ることができません。そして次に必要なのがコイルを巻くための木の棒とラジオを置く台ですね。まずは木の棒を適当な長さに切ります。長さ10センチくらいあれば OK です。木の棒を適当な長さに切り終わったら、ここに導線を巻いてコイルを作っていきます。コイル固定するときにセロハンテープがあると便利です。塹壕ラジオは第二次世界大戦中に兵士が娯楽目的でラジオを視聴するためにあり合わせの部品で作ったラジオ受信機のことです。塹壕ラジオの動作原理は鉱石ラジオと同じです。ただし塹壕ラジオの場合、研波器にはカッターの刃を使います。そして針電極には鉛筆の芯を使います。ちなみに巻く時のコイルの太さなんですけど、 0.5 ミリくらいがちょうどいいです。これ以上太くても巻きにくくなりますし、これ以上細すぎると巻くのが大変になります。コイルをだいたい100回ぐらい巻いたら、こちらの両端を出しておきます。そしてコイルのどこか適当な面をですね、こちらをヤスリがけしていきます。コイルの両端の被膜も剥いておきます。コイルのこの部分の被膜を剥きました。鉛筆の先端を2センチくらいの長さに切り取ります。次に安全ピンを分解してこんな形にします。そしてその安全ピンの先端を鉛筆のところに刺していきます。次にカッターの刃を火で炙ります。こちらのバーナーを使います。バーナーがない場合はコンロで炙っても OK です。部品ができたので組み立てていきます。これが回路図です。この部分はコイルです。でコイルの片方は、これはオープンの状態です。どこにもつながっていません。でコイルのもう片方のところはグラウンドに接続しています。これはカッターの刃ですね。この赤いのは銅の単線です。でこの銅の単線と一緒にアンテナも固定します。でこちらに鉛筆があります。でこの鉛筆は安全ピンで固定します。でこちらに2つ電極があるんですけども、こちらの方にですね、イヤホンを接続します。これはクリスタルイヤホンです。普通のイヤホンは使えません。カッターと一緒に銅の単線も固定します。銅の単線はコイルの被膜を剥いた部分と接触するようにします。コイルから2つ線が出ていますが、片方はオープンなのでこのまま出ていると邪魔です。なので切ってしまいます。このような形に加工した銅の単線と一緒に安全ピンも固定します。3箇所をネジで留めました。一番左側のネジでカッターの刃を固定しています。でカッターの刃と一緒にこちらの銅の単線も固定しています。銅の単線はコイルの被膜を剥いた部分と接触しています。で真ん中のネジには安全ピンが刺さっています。安全ピンを先ほど作った鉛筆に刺します。鉛筆の先端がカッターの刃と接触するようにします。コイルから2本線が出ていますが、1つは使わないのでオープンにしておきます。もう片方の導線は一番右側のネジのところに固定します。次にクリスタルイヤホンを接続します。
このように線を向いてあります。それぞれ2本出ている線をこちらの真ん中と右側に固定します。特に曲線はないので適当に巻いてもらって OK です。次にこちらのコイルを巻いた時の導線が余っているので、そちらの導線をアンテナとして使用します。この部分にアンテナを接続します。最後にもう一つ重要なことがあります。それは何かというと、ここにグラウンドを接続することです。塹壕ラジオが完成したので、これからチューニングします。まず何をやるかというと、こちらのアンテナを外に出します。外のなるべく高いところに引っ掛けておくといいです。この場所は基地局からの距離も近いので、室内にこうやってコイルをまとめて置いておくだけでも受信できました。次にグラウンド線の接続ですね。でコンセントからアースの線が出てる場合はそちらに接続します。でもしアースの線がない場合は、例えば水道の蛇口に導線を巻きつけて、そこをアースの代わりとして取るとか、あとは庭に金属製の杭を打ち込んで、そこにグラウンドの線を巻きつけるとか、そういったやり方があります。アンテナとグラウンドの準備ができたら、次にこちらの鉛筆の芯とコイルの位置を調整します。クリスタルイヤホンで実際の音声を聞きながら調整します。最初にやることはこちらの鉛筆の位置を調整します。こちらのコイルなんですけど、結構どの位置でやっても受信できます。なので鉛筆の芯を音声が聞こえる位置に適当にですね、動かしていきます。でこれが結構難しいんですね。音声が聞こえるまでカッターの刃の上をですね、いろいろ動かしてあげる必要があります。ちょうどここの位置でよく聞こえるようになりました。で自分の場合なんですけど、刃の真ん中じゃなくて刃の割と端っこの方で音声がよく聞こえる箇所がありました。音声がよく聞こえる箇所に鉛筆の芯を合わせたら、次にこちらのコイルを動かして音声が最大になる箇所を探します。そうするとよく聞こえます。ちょうどこの位置ですね。今ちょうどニュース番組が聞こえてますね。放送局はちょっとわからないです。こちらのコイルを触るとですね、人間が持っている静電容量と、あとこちらのコイルの持っている静電容量の合成容量でキャパシタンスが変わるので、音声の大きさが少し変わります。触った方が少し音声が大きくなりますね。なのでここのコイルに触っていた時の方がラジオの同調がよく取れている状態になっています。こちらのクリスタルイヤホンだとカメラのマイクで録音できないので、こちらの適当なダイソーのアンプを使って音声を増幅します。クリスタルイヤホンをつけているところにイヤホンジャックをですね、くっつけてあげれば、こちらのスピーカーから音声が流れるようになります。甚大な被害を受けた熊本県を視察し、こうした特別老人ホーム千住園で今日も始まりました。小池知事らとの意見交換では、政府としてできることは全て行うとしてお伝えしました。お聞きの放送は FM924AM1422ラジオ日本です。ということで今日は塹壕ラジオを作ってみました。で作った感想なんですけど、結構ちゃんと動きますね。ただしこの研磨機の部分ですね、カッターの刃と鉛筆の芯をちょうど音が出る位置に合わせるんですけど、これだけ難しいです。逆に言うとここだけできてしまえば、もうあとはずっと聞くことができます。でラジオから聞こえてくる音は周りが静かなら十分聞こえる音です。でこちらのコイルについてなんですけど、位置をずらすことで選曲できるかなと思ったんですけど、できませんでした。他にも試作でもっとたくさん巻いたコイルとかでやってみて、でこの音をですね選曲してみようと思ったんですけども、なかなかうまくいきませんでしたね。一応2つのラジオ局が聞こえるような状態にはなるんですけども、2つの音声が同時に聞こえて混信しているような状態になっています。なのでチューニングはあまりうまくできませんでした。ちゃんと音を聞くために重要なのが、やっぱグラウンド線と、あとはアンテナの線ですね。アンテナの線はなるべく高いところに上げた方がよく聞こえますし、
グラウンドはですね、ちゃんとしたグラウンド線から撮った方が音声の強度は強くなります。実際にこのラジオを作ってみた感想はそんなところですかね。それでは最後になりますが、動画をご視聴ありがとうございました。